この話は今も解決していない。おーい、親友の A が話しかけてくる。時間は学校が終わり、みんなが帰る時間。こいつは少し出るのが遅いので、先に俺が学校を出る。後から来る A はいつも大声で俺を呼ぶ。お茶。こいつはバカでもある。それが A の好きなところでもある。たわいもない話をする。いつものいつも通りの変わらない帰り道。あのさ、ちょっとお願いがあるんだけど。A が話しかけてくる。なんだ。そっけなく返す。俺がオカルトマニアなのを知ってるよな。怖い話にありがちだが、こいつは結構なオカルトマニアである。それでさ、今度の日曜みんなでバツマル製薬の廃墟に行かね？バツマル製薬とは以前トラブル、霊的があり、潰れてしまった会社である。取り壊しの話が何度も出たが、何かしら霊的があり、今もボロボロの状態で残っている。めんどくせえ。だが A はキラキラした目でこう言う。みんなで行けば怖くない。話が勝手に盛り上がり、みんなで行くことになった。メンバーは俺、A、E、M、S の5人。いざ来てみると何か異様な雰囲気が漂っている。A、そいじゃあ行くか。A はずんずん進む。正直ついていけないよななんて話をしていた。ロビーはボロいが、ソファーはそこそこ綺麗だった。怖いという E と S はロビーに残った。俺と A と M は奥に進んでいく。懐中電灯は5人1本ずつで5本。進んでいく3人は3本で辺りを照らす。M。懐中電灯って結構明るいのな。どうでもいい話をしながら奥へ進むと、実験室と書かれた部屋があった。A。おいおい、雰囲気出てるぞ。こいつはなんで楽しそうなんだ。だが、実験室なんてそうそう簡単に開けれるものじゃない。A。こういう時のためにキーピックを持ってきてます。M。それって犯罪にならないの？ A。見つからなきゃ大丈夫だろ？カチャ。と心地よい音がし、鍵が開く。俺。結構簡単に開けれるもんなのね。A は話を無視してズンズン進む。それっぽいダイヤ、ホルマリン漬けが置いてある。俺。バツマル製薬って何してたんだよ。M。それな。だが何も面白いものはなく、とんだ無駄足だった。A。帰るか。みんながドアを開け外に出る。外に出るときに感じた視線は気のせいだろう。と足音が壁に響く。A。うわぁ！俺と M。なんだ？ A。キーピック落とした。俺と M。殺すぞ！びっくりしただろうが。イラついた俺と M は足早に歩いた。俺。さっさと取ってこい。先に行ってる。A は猛ダッシュで実験室に戻った。見つけた！実験室から A のでかい声が聞こえる。その瞬間、M は俺の手を引き猛ダッシュでロビーへ行った。
俺。何何何？M の顔は青ざめていた。ロビーの E と S にでかい声で、早くここから出るぞ！俺たちをつけている奴がいる！ E と S は何が起こったのかわからず、M の気迫につられ一斉に猛ダッシュでバツマル製薬から出た。その日はみんな一目散に家に帰った。A を抜いて。次の日、学校に A の姿はなかった。4人は昨日の話は一切しなかった。みんな何かを感じていたんだろう。M。ちょっと話がある。M は人気のないところに俺を連れて行き、ぽつりぽつりと話し出した。M。お前さ、実験室から出るとき視線感じたろ。こいつも視線を感じていた。M。それでさ、A が忘れ物を取りに戻ったろ。あの時からつけてる奴がいた。あの時 M が手を引っ張ってなかったらどうなったことやら、M に心から感謝した。M。っていうのは嘘。俺、はぁ？こいつは何言ってんだ。M。みんなを怖がらせようと思ってさ。こいつはクソ野郎だった。ただ、その話をする M の目は笑っていなかった。M。あと一つ。もう A には会えないと思う。俺。どうせそれも嘘なんだろ？苛立ちを覚える。M。嘘だと思ってくれても構わない。ただ、俺たちが聞いた A の見つけたって声、A の声じゃなかったぞ。A は今でも見つかっていない。